ケーレブ県とコーザムは、アメリカ合衆国テネシー州ウィルソン郡マウント、ジュリエット出身のプロ野球選手、野球指導者。宇トを右ミギ現在は MLB のフィラデルフィアフィリーズで投手コーチを務める。高校時代は2年時に、ジュニアとして地区優勝で MVP、地方選抜、3度の地区選抜に選ばれ、シニアではキャプテンとして地区優勝。 プレイオフ進出に貢献し、旧トリプル a a トーナメント MVP を受賞するなど活躍。高校卒業後は、MLB ドラフトにかからなかったため、バンダービルト大学に進学。一年時は中継ぎとしてデビューした。二年次にデビット・プライスが大学を卒業。ニューヨーク・ヤンキースでの現役時代2009年の MLB ドラフト5巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、 期限いっぱいの8月17日に契約。その後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースでプロデビュー。中継ぎとして初登板し、2回を5奪三振だった。8月29日から A-9 スタテン・アイランド・ヤンキースでプレーした。9月中旬に、膝の怪我を悪化させ、休養を取るためチームを離脱した。2010年は、 膝の怪我のためシーズンを棒に振った。2011年6月21日、ルーキー級、ガルフコーストリーグで復帰。6月24日からは、A、A-9 スタテンアイランドでプレーした。2012年は、A 級チャールストンリバードックスで開幕を迎え、5月22日から、A 級タンパイアンキースでプレー2013年は、A 級トレントンサンダー。 トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーしている。2015年7月29日、メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。メジャー1年目は12試合に登板し、防御率こそ6.52とかんばしくなかったものの、予し球率0.9、脱三振率10.2という数値を記録し、安定した。 請求力と高い三振脱出能力を垣間見せた。2015年12月28日に、アロルディス・チャップマントンのトレードで、エリック・ジャジーロ、ルーキー・デイビス、トニー・レンダと共にシンシナティレッツへ移籍した。2016年は23試合に登板して0勝3敗、防御率7.40、21奪三振を記録した。オフの10月28日に40人枠から外れ、 11月7日に FA となった。2017年2月28日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結ぶが3月10日に現役引退を表明した。2019年よりレッツの投資コーチ補佐に就任し2年間務めた。2021年シーズンからはフィラデルフィアフィリーズの投資コーチを務める。投球の5割以上がスライダーで他には フォーシームとカーブを投げていた。ありがとうございます。